なぜ S サイズを買ったんだ。いや本当に、なんか今までの経験を考慮した結果 S サイズだった。でも記憶ない、 S サイズ買った。うち M 買ったと思ったもん。 M 買ったと思ったんだけど S だった。なんで、なんでわからない。うーん、メルスター、お、よかった。ああ豆乳が欲しくなってきた。ちょ、豆乳持ってきていい？失礼、豆乳持ってくるわ。おいしいたけ食べすぎ、濃いな。あれ後ろから見るとわかめちゃんになってる。え、大丈夫、ギャンギャンに下げた。でもね、わかんない。うん、めっちゃうまいこれ。開幕にお菓子を食べるっていう。めっちゃ寝てた。私は友人のせいだったでしょ。やっぱね、似合っちゃうんだよね。自信気づいた。え、ね、めっちゃ揺れてましたけど、千葉県が2回ぐらい揺れてる。はい、ということで食べたので、うん、皆さんこんばんは。しっかり言えた。え、それな、思った。うん、明日初めて免許更新行ってきます。行ってらっしゃい。ドキドキだね。うちまだ免許更新したことない。いつしなきゃいけないんだっけ。うち母さんのインスタライブ見逃した。それな。え、てかさ、私今めちゃくちゃ悩んでることがあってすごい悩んでることがあるんだけど、ちょっと待って、まずお話し会の話するね。
コーヒーな。そう、今日11月のお話し会でした。まあ、故郷が終わったらしばらくないんだよね。12月の10とか11までないので、しばらくは皆さんにお会いできないということで、タオル、湘南の風、ありがとうございます。コーヒーな。何食べてたか。スイートマロン。お疲れありがとう。かわいいありがとう。そう。そう、来月まで。来月まで皆さんお待ちください。そう、12月のね、お話し会の申し込みが明日までですよ、皆さん。しましたか？もう足りてますか？もう12月以降はもう来年になっちゃいますけど、皆さん足りてますか？ね、もう足りないってなってもう買い足せないですよ。脅す。脅し。こんばんは。皆さん足りてます？ちゃんとお話し会。もう足りないとか言ってももう来年にしかならない。本番。大丈夫ですか、皆さん。足りてる？枚数。足りているかにゃん？しっかりがっつりひならなけんだけ しっかりがっつり。足りてますん。どっちやねん。足りてるのか足りてないのか。最近は、そうだな。今日、前半調子よかったです。足りたってことなかったか。おお、足りたって。足りないね。足りないもんね、うちらいつも。相場何枚あれば足りるかわからんの。財力の許す限りにあげました。ありがとうございます。財力で。こいな。こんばんばん。足りないぐらいがちょうどいい。おっと。今日バイバイできね、それな、初めてじゃない。ああって 終わっちゃったってなっちゃった。みなちゃんかありがとう。足りてるって言い切るのは難しい。確かに分かんないよね。だからその場で追加できるのが欲しいね。だから押し増し使える人はその場で追加できるやつ作ればいいね。177枚買わないと足りない。おっ、ワンチャン、ワンチャンスかなわない。7的に何枚ぐらいがちょうどいい？どれぐらいだろう。でもなんか6枚ぐらいで結構喋れてる気がする。当日券お願い。ねえ、それな。枚数余ってる人はどうぞ。おはひな。こいな。でもなんかもうがっつり喋りたいんだったら18とかだった。今日はめっちゃ喋った18枚で。でもそれでもちょっと足りないぐらいだったよね。ね ねって言っても こんばんは。そう、オンライン初めてなんだけど、まとめ出しじゃなくて小分けもあるし、なんか最高が30枚同時に出せる枚数が30枚とか。最初に何枚とか言ってるの？あ、出る出る。この人何枚でいいですよ。コーヒーな。そう、何枚でいいですみたいな。何枚だーって。今日あと5枚くらい欲しかったね。ちょっと足りなかったよね。18か、なるほど。いやー、30でもいいんですけどね。
30だったらマジで世間話とかできる。そう、いや今日のニュースがさみたいな。私が結構ゆっくり喋れるから、うん、なんか最初のうわーがない。そう、最初私の大声で耳が終わることはない。30枚出したら喋るネタなくてもなんとかなりそうってことが前回で分かったので楽しみ。任せな、ひななはそういうのできるから。30だったら季節の挨拶から始められるかな。大事、うん、やっぱ季節の、うん、背景から始めれるよ。うん、軽い世間話ができるのか。そうですね、え今日のニュース見たって。あのドラマ見たとか。そう、4枚でも十分話せますか。ちょっと早口になるね、4枚だと。私はうんとかとかぬんとかぬんとかって喋りたいこといっぱいあったらちょっと早口になっちゃうかも。いや本当にありがとう、本当にありがとうございます。また来てくださいね、ありがとうございます。早い。聞き取れてるのか。はさてはてか名前間違いか。ちょ、間違えちゃった。うん、ひなた、誰だね。ひなたって。ひななやろ。ひならやろげー。最近最近めっちゃ楽しい。みんなのおかげ、ありがとう。こいな、うん、服かわいい、ね、かわいいよねこれ。無理、緑チーム系、チーム系です。そう、12月の10とか11の話ばっかしてたからさ、24、25マジで来ないと思うから、みんな24、25もあのまんべんなくどうぞ。ちょっと忘れてたわ、24、25の存在を。12月11日をめっちゃ押してたら24、25忘れた。あ、湘南の風、ありがとうございます。今日カラコンの縁がでかい。クリスマスは好きな人と過ごす日だからさ、みんなひなちゃん撮ってるはず。え、そうなの？みんなサプライズで来てくれるだよね。いやー、みんなそうやってさ、期間中に期間中にほら撮らないで完売しましたって見せてくれないよみんな。どういうこと。うん、今日大丈夫でしたか。ああ、大丈夫でした。私はお腹がぐるぐると。ちなみに私は彼女と過ごすよ。おーい、ひなな、気づいたら全日程まんべんなく行くことや。お、全通。え、ばばばば、危ねえ。てーてー、ありがとうございます。お、神よ、ありがとうございます。クリスマスはひななと過ごすしかないでしょう、ないでしょう。はい、話しか言え。じゃあ一緒にやればいいじゃん。うん、一緒にやろうよ、一回やってみよう。ありがとうございます。でもクリスマス、ああ、クリスマスはちょっと、うん、あ、湘南の風、ありがとうございます。1179日、ありがとうございます。うん、彼女にも撮らせればいい。あ、そうだよ、一緒に横でやろうよ、横で。ほら、一緒にやればいいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。ね、名前覚えてるけど言いそうになっちゃった、危ない、うん、晒しちゃうとこだった名前を。危ねえ。そう、皆さんね、クリスマスちょっと少ないと悲しくなっちゃうんで、あそう、連番で来ればいいと思うよ。ありがとうございます。
今日の前にいるから行ったら振り向くよ。おっと。おっとっと。コーヒーなー。うん。連番どういうこと言うてる。え、そのどう言えばいいんだろう。な、ちょっと誰か説明して。ちょっと名前出しちゃいそうだから。みんないい感じに説明して。オンラインでも連番できるの？わかんない。なんかでもなんか一緒にも一緒になんか受付すればなるんじゃない？一緒にってか。似たようなタイミングで、うん、できなくはないね。多分できると思うよ。後ろに回しまくって最後に入れば確かに一か八か的なね。あー、そういう時もあるよね。わかんない、どうだろう、できるんじゃないかな。そしてまたチャレンジ、チャレンジ。24か25どっちがおすすめとかありますか？どうしよう。24か 25？ どっちがいいかな？みんなどっちが好き？私は、でも、サンタさんが来る前か、サンタさんが来た後、どっちがいいかな？どっちがいいと思う？え、8日は6体当たりました。あ、よろしくお願いします。ゆるふわサンタになる、あれサンタになる予定って言ったっけ。こいな、あとなんかですか。あれ、サンタのコスプレするっつったっけ。言った記憶ないんだけど、やばい、記憶が違う。記憶、誰の記憶、待って、誰の話してる。みんなひななじゃない、やばい、ちょっと二重人格かもしれない。え、言ったっけ。ちょっと記憶ないんだけど大丈夫かな。サンタ帽はかぶるかもみたいな話はしたけどさ、サンタになるとは言って。ほうほうほう、メリークリスマス。21枚しかない。あ、そんなあなたに朗報です。今なら間に合います。今なら間に合います。で、うちさ、お話し会、久しぶりのリップグロス始まってからマジコスプレしかしてないんだけど。え、1日目はさ、あの生誕だったじゃん。で、2日目がチャイナで今日は虹ちゃんで、虹ちゃんじゃないや、あのリエラのやつでしょ。やばい、うちせっかくさ秋服買ったのにさ全然着れてないんだけど。コスプレマニア、コスプレ TV。 今日夏だったよ。え、それな、え、全然半袖でよかった。半袖で行けばよかった。今なら、今もう半袖でいいんだけど。全部コスプレしよう。やばい。私の私服が。もうそうだよ。もう、私、秋服買ったのにさ、マジ、一回も着れなかった。泣いた。だって、一部しかないからさ、ね。増やせるように頑張るぞ。増やしていくぞ、うん、そう、やっぱめっちゃ帰るの早い。
二部制を経験した身としては、うん、あ、なんて書いてあった？ちょっと見えなかった全然。絶対増やしたろ、ね、絶対増やしたろ、負けない。メール読んだ？ちょっと気まずい話。ちょっと気まずい。こいな。守りたいこの笑顔。あ、守りたいこの笑顔だったか。あ、本当だ。ありがとうございます。守ってください私の笑顔を。友情制服助かった助かった。メール取れないんじゃ。ああ。友情、友情でした。頑張ろう、頑張ろう。じゃあ皆さん待ってますんで、本当に待ってるよ、連番で。おーい、指針指針してる今。おーい、聞いてるか。うん、今見た写真かわいい、かわいい、シャー。友情ってララえ、威嚇。あ、やばい、威嚇、威嚇じゃない、ごめん、威嚇じゃない、威嚇じゃないよ、みなみちゃん。予定してなかったけど、スイッチからお話し会できてよかったです。意識高い、マジで意識高かった、さすがに。うちも行けばよかった、悔しい、悔しい。うちも原宿からお話し会すればよかった。え、呼んだ、呼んだ。振り向いた、振り向かないか、うん、かいよねー、最近なんかかいよねーって言われる、いっぱい、ありがとう、嬉しい。気づかなかった、おい、あ、うん、残念。同じ場行ったらオフラインないよ、人多すぎて。もうちょっと堂々とやってよかった。私が今やってるのはお話し会だーって。もうちょっと堂々と、次回は堂々とよろしくお願いします。かわいいよりかわいいって感じわかるかも。うちかわいい、いや、渋谷でひなちゃんの真似してきたよ。純レギュラー、シリシリ、わかりました、堂々と気になって叫びます。大好きって今叫ぼう。そう、原宿の中心でひなを叫ぶ、よろしくお願いします。8日の木体当たった、ひな直し連番する、え、かわいい。もうじゃあ一列ひなな列にしてください今度。うん、椅子一列あんじゃん。じゃああの一列全部ひなな推しで。むず、うん、むずすぎ、草わろと、うん、初見、初見ですじゃない。初訪問ありがとうございます。ね、うん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 、おお、ひななより先にオタクと接近する草。もっと接近していけ。こんばんは。みんながもうネット上の友達じゃなくなってる、私以外みんな。ひなな推しがネット上の友達じゃなくなっている。コロナ禍。コロナ禍が明け、ネット上の友達。初見です。おお、ありがとうございます。今日はね、今日はね、私はまだネット上です。おっと、うん、バーベキューが近づいてきた、よっしゃ、リア友増やさなきゃ、みんなリア友頑張って増やしてください。なちゃんも入れてほしい。いやー、もう入れてくれよ、うん、うんうんうん、入れてもろて、いいな、みんなネット友達やめて。あ、消すの、参加しちゃおう。何持ってくる。
何持ってきてくれんの？ ひなのしバーベキュー絶対楽しくて無理。やってほしい、マジで。うちが在籍している時にやってくれ、マジで。私はまだオタクさんとリアルで会ったことないんですか？おー。会いましょう。マシュマロ、いいね。ポーって。酒 ダイレクトアタック。ひなのアクスタに参加できんじゃん。もうみんなアクスタ持ち寄って、ひなのを焼くんでしょ、アクスタ。 キャンプファイヤーの火の中心に アクスタ持ってって焼くんやろう。 大正解、焼きます。やばい。ひなの多分次の日髪の毛チリジリになって ショールームしてるかもしんない。7漢字やばい。ここでも漢字。ね。うちに恨みあるやろ、みんな。そんな。こいな。私に恨みありすぎでしょ。ひななき、おいしそう。おいしそう、やばい。地場。こいな。こんばんは。焼きたいからアクスタ買いたくなってきた。謎購買理由。いや、ほんとですよ。セカンドシーズンでどうぞ。あ、来た。あ、お、イエーイ、こいな。本当に私のファンの人は。破天荒なんだから。もうみんな、お茶目なんだから。 お茶目なんだから。保存用、持ち歩く用、薬用を3個買えるということで。お尻に塗るって言うからね。おっと。破天荒 TV。こんばんは。こいな。そう、だから皆さんね、12月の話し会、明日までですよ、申し込めんの。大丈夫ですか？足りてますか？ 足りてますか？今日 AKB カフェ行って、奈々ちゃんのサイン写真撮ってきた。あ、そうなんですよ。うち実はサイン書いてたんですね。忘れてました、正直。川に流します。やべえ。 やべえ。ディズニーシーからこんばんは。いいな。うちもディズニーシー行きたい。明日坂上公園行きます。あ、よろしくお願いします。やった。どこに座ってるの？どこに。彼女と行く。取ってくる。取ってきて。いつも元気ですね。そうなんですよ。元気元気。 うーたん元気元気。僕と当たったぜ。あ、8インチか。よろしくお願いします。足りてない気がしてきた。買い足そうかしら。お、待ってまーす。 12月11日がおすすめなんですけれども、12月4日間あるんで、そう、24、25、宣伝し忘れました。 ね、11と12、マジで意識を持ってかれすぎて、そう、私の一大イベント、10日にね、一大イベントあるから、そう、もう本当に、私の人生がかかった日。マジで情緒不安定なんで、見に来てください。イナナの情緒が不安定なんで。宣伝がギリギリすぎ。いや、でも結構前からしてたよ。 してたんだけど、追い込みがちょっと遅かったみたいな。でも明日言うよりは、明日の12時ぐらいに、やばいっていうよりか、まあ、マシやろ。え、何？ 情緒不安定で喋れる、たぶん喋れないかもしれない。つって。きつい、きつすぎて。無理するなって。今日はありがとう。お大事にな。熱がどんどんほら上がっていくよってなっちゃうから。12月は元気だお。
私の人生最大のイベが10日にあるから、もう11なんてもう元気じゃない、もうロスでもう抜け殻になってるかもしれない。うん、39.5、 おお、やば、もう40じゃん。見守りに行かなきゃ見守りに来てくれ、うん、12月1日は日だけだな。おお、珍しい、うん、ずっとおしおしめんがリバーのセンター勝ち取ったのかっこよかったです。 ありがとうございます。だから慰め 11が一番多分やばいと思う。号泣、全部号泣だから皆さん、私の心を助けてください多分メンバーとかに、おはよう、おはよう、おはようってなっちゃうかもしれない逆に10はずだっけ。あー、じゃあ10、11でずとひということで10がず、11がひていてい、ありがとうございます。あ、レインボースターありがとうございます。救いに来てください、私を。お願いします、待ってます、お話し会待ってます。でもそう、12月の24と25の宣伝をし忘れたということでね、皆さんもう誰も買ってないでしょせっかくのクリスマス、ちょっと誰もいなかった、ちょっと寂しいので、あのとりあえず12月を待ってますはい、うん、買ったよって、あん、いやんいやんありがとう、はい、ひなら抜け殻になってます、11は。だから逆に24、25はめちゃくちゃ元気。ひながどれぐらい元気になってるかっていうのをぜひ見に来てください、24、25で。ジングルベール、ジングルベール、ジングルワンダーベーン、クリスマス夜は予定あっても昼だから来やすいね。確かに夜に予定があるよっていう人はひならの話し合い来れるね、昼だよメイクしながら来てね、一緒にじゃあメイクをしようねそう、24、25サンタコスにかけて買い足してみます。あーやばい、着なきゃいけなくなってきちゃった、なんかだん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 着なくちゃいけない流れになってきた。ジングルベル一緒に歌おうね。ね、何バージョンがいい？日本語か英語か、何やってるのって。ななは今はショルームしてます。今日からスイッチでフィットネス始めました。あ、いいな、うちもやりたいんだね、それ。クリスマスまでに変わった姿見せられるように頑張る、頑張って、うちもなんか頑張ろうかな、うん、ハモる、あ、オッケー、ハモリバージョン。え、どっち主戦やる？うちが主戦やった方がいい、ハモリバージョン作ってこよっか、作ってこよ、うん、バージョン提供してくれるの手厚い千葉バージョン、あ、オッケー、うん、いいなに教えてもらった。ケイトの下地オペラのマスカラでまつげギャンギャンにしないとエリナ今日めっちゃまつげすごかった、ギャンギャンだったよ、ギャルかと思ったじゃあハモるわ、でオッケー、なんでそんなジングルベリーにバリエーションあるのあるやろ、うん、エリナのまつげ今日めっちゃギャンギャンだった。なんかアユと並んでたの、なんかアユがいて、アユーンって話しかけて、アユが今日まつげやってきましたよってエリナに見せて、なんかどっちがなんか良いまつげみたいな聞かれて、私が
って比べてみたらめっちゃギャンギャンやんってエリナエリナめっちゃまつげギャンギャンだった。いいな、うちもまつげギャンギャンにしたい。え、なんか茶色のさマスカラにしてんだけどさ、ちょっとあんま分かんないよね。黒にしようかな。最近どう？元気だよ。火曜の僕隊行きます。きょんちゃんとの絡みが楽しみです。よろしくお願いします。みんな来るじゃん。やった、ありがとうございます。なちゃんかわいい、ありがとう。うん、エリナのまつげメリカリ出てるか出てないよ。下地が大事って言った。さすが、もうおしゃれ番長じゃん。私が知ってた無臭のエリナはもうもう成長したわエリナは、うん、コンヒナ無臭のエリナ死ぬこんばんは。手が離れてしまう。そうだよ、昔はさ私にずっとひっついてたのにずっとずっとひななと一緒に行ってたのに、もう大きくなっちゃってうん、大きくなったな、大きくなったな。8日公演金、あ、僕と行きます。久しぶりのひなちゃん、お楽しみ。うちはですかそれが前髪まで髪ですよになって、もう私が妹みたいになっちゃってます。今あちゃんのインスタライブ見たよ。うち見れなかった、悔しい。マジで本当に悔しい。でもなんかこれからインスタライブいっぱいしてくれるらしいんで楽しみですね。鬼瓦ありがとうございましたラブライブ最近声当たらんな。当たらないか。グラビアしてから特に変わったよね。いや、そんなことはないと思う。それより前から多分変わってたと思いますけど。モーディ夫人。モーディ夫人。コーヒナ。モーディ夫人。チワですか？え？ですか？あれ？ひななちゃんですか？って、うん、話したらエリナからメール来た子やばい、監視されてる、うん、毎月検索したら誰かアーカイブ上げてくれるの。確かに、うん、こいな、おお、ジュン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 。メール内容だから書けないけど、ひななぜひ見てほしい内容でした。え、なに、ひなな、ひなな大好きってそんなこと書くわけなくておもろ。こんひな、エリティンのメールにひななティンとアミティンいた予想するね。アミティンかわいいこれだ、うん、お、そうだな。ひななちゃん大好きじゃないんだ、うん、こんばんは、うん、あ、サイリームありがとうございます。アミティンかわいい、私の気持ちかないや、ひななの気持ちやろ。今日もアミティンかわいかった。正解、やば、え、アミティンかわいいだった、やばやばい、うちエリナのメール取ってみようかなもう届かないのか今日のメールは。もうアミティンかわいい正解じゃん。ひななが正解、正解はひなな、うん、ちなみにひなななこともかかる、え、ついでじゃ、ついでにひななもってついでじゃないの、うち、ついでついでについてきたひななでしたってお、こみちゃんからメール来てました、イエーイ
コミヤン、コミヤンからメール来てました。私はなあちゃんいつも元気、元気の秘訣は、うん、やっぱメンバーと会うことかな。メンバーと会うことと、やっぱ毎日ショールームすること、やっぱ毎日何かを喋ること大事。アミちゃん産業ひなないち、おおおお、もっと書いてけもっとひなについて書いていけ、そういえば今日配信早いな。まあショールーム、ショールームじゃない、話し会だったし、メイクしてるから、そうメイクしてるからにゃん、メイク落としてから配信するのちょっともったいないなと思って。コーヒーな、最近どう？めっちゃ元気。めっちゃ元気。めっちゃ。モノマネできる？できますよ。トゲピーのモノマネ。ひなのショールームのおかげで一日爆笑してる。ありがとうございます。こんばんは。お話し会お疲れ様でした。ありがとうございます。トゲピー。俺トゲピー。最近ひななが俺の星になっちゃってる。ひななちゃん、ひななころちゃんの時何日間熱出た？うちね、実際そんな熱出てなかったんだよね。そう、私はマジ1日2日ぐらいで下がって、ひななのメンバーものまで意外とクオリティ高い。そうなんですよ俺のガソリン、あーガソリン、話し会7枚じゃ足りないです。え、なんとそんなあなたに今再販がやってるんでねー私あと何日これ耐えればいい、わかんない、難しいよね。私わかんない、ワクチン打ってた、ワクチン打ってたから低かったのかな、わかんないけど、今日はいっぱい話聞いてくれてありがとうって、いえいえいやいや、若い推しメンが多いの？と、え？うち推しメンは加賀さんと若菜しきちゃんと渡辺陽ちゃん。この前めぐちゃんの声真似に似てた気がします。やっぱ似てるよ。3回打ってた。なんとも、まあ、人それぞれの症状となりけりって感じだもんね。いや、下には下がってるといいけど、まあ、早くゆっくり寝るんやれ、ね、慰めてもらったから地引きしてきてよって。最高か、みんなね、髪短いとりあえずコロナがちきちいでね、それはそう、つらいね、ゆっくり休んでね、本当に無理しないで。エキビの中でおしめはいますかね。小宮山遥ちゃんでーすおしめずっと言ってる、これはもうずっと言ってるんですけど、コミちゃん、みんな忘れてる、この設定、設定ちょ間違えた、設定じゃなくて、いや事実、
みんな忘れてるでしょ、うちはコミちゃん推しってこと。だってさ、コミちゃん推しってことみんな忘れてさ、そう、アミティは婚約者だから違います、推し面ではないです。こんばんは、設定なんですか、本心の役。いや本心、めっちゃ本心。そう、みんなさ、みんな私はコミちゃんのファンってこと忘れてさ、エリナのグッズもらうんだけどえなんでコミちゃん推しだって言ってるんだけど、エリナ推しではないそうね、オディ、オディ、ズは、ズは友達、うん、オディ、オディは親しい友です、うん、親しい友と書いて親友そう、おしかおり、ツイッターつながりませんかやばいマジでなんでもろたズは親が娘にしたい子でしょ。そうだよ、うちの母が言ってました。いや、ズッキーみたいな娘が欲しかったよねって私の目の前で、なんちゅう人だ本当にズッキーみたいな、言うね、なんか品のあるお嬢さんみたいな子がねって、激しくなり、おっとっと、えぇ、ーうん、みんな私がコミちゃんのファンだということを忘れている。ず、まだ下口家にご招待してないのエリナしかご招待したことないですし、今後することないでしょう娘の愛ではとは思うけど、分かりみしかない悲しいよ、うん、ひどい話だ本当にあの品のあるね、お嬢さんみたいなね子がいいよねって、うん、すいませんね、品がなくてすいませんね、品がなくてお嬢さんじゃなくてね。エリアもう半年近く、来てないよ全然。去年じゃない、来てたの。今年か、今年の冬にしか来ない冬にしか来ない、うん、でもイルミネーション行くから多分近々来ると思うから、私はこの部屋を片付けなきゃいけない。本当に来るのかな、わかんない。でも片付けといて損はない、片付けとこう。来るわ、インチひななんち訪問。ひななんちアクスタいっぱいになっちゃったけどオタク全開、アクスタいっぱいになっちゃった。うん、いいね、ありがとうございます。おかんがひななみたいな子娘にしたいけど、お変えるまかりやお話し会とかあったらまた宿舎になりそうひななんち宿舎になっちゃう。もう娘だと思って、ひならさんのこと、おっと、娘でーす娘でーす、こんにちは、うん、下口家旅行支援使えるかな、お、全国支援のやつね。あれさ、なんか使える時じゃねえや、使えるとこと使えないとこあるんだね。なんか完売したみたいな。いいな、うちのお話し会も完売してほしいいいな、
うちも完売したい。うちは姉妹まさかの、うん、そう、こみちゃんも多分忘れてると思う、うん、私がこみちゃん推しってことをすごい忘れてると思う。初心に戻ろ、こみちゃん。私はあなたの推しです。あなたを推してますズのついにね、咲いた。え、ズッチー、ズッチーはなんか別の人が、うん、あーこれね、うん、ピース超手前にいた DO のセット、チュ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 チー、そう、マジでこれママにあげよっかいつも変わってくれるって可愛いねって、いつも絡んでますこの時期にうちはって思いそう。確かに、ママこれいるって。明日公園楽しみです。楽しみ、うん、最近どう？エリナのうちはもらいました、イエーイ。そう、ここにねずっと置いてたの、あのベッドなんだけど、ここ実はベッドの横にね、枕の横に置きっぱで寝ちゃって、だからちょっと添い寝みたいになって気まずかったちょっとなんか添い寝したみたいになって朝起きたらちょっと気まずかった、うん、え、どうせ、うん、朝起きて横にエリナ草実はというかバレバレでしょ。そう、ここねベッドなんですよ実は。コーヒーな、エリナさん、明日公園行きます。お、みんな来るやん明日。サーカーギャリー、明日じゃないか、僕隊か言ってんのみんな。あれ、わかんない、どっちだろう。明日来るよって人、はーい。8日来るよっていう人、はーい。サーカーギャリー、できるかな。セミの、おい、公園が坂上公園、今度申し込みます。あ、待ってます、明日行きます。お、よろしくお願いします。8日です、よろしくお願いします。オンデマンで見ます。おー、逆上がり D、逆上がり T、 汚れちまった悲しみにお、明日、明日じゃない、寸劇もあるね。ちょっとおもろかったっす。8日派です8日派の人もいらっしゃいました。研究生公演見に行くこと、行くことになりけり、なりけり、見どころはまさりで OK。見どころはいっぱいあるよ。マサルもそうだし、マサルはもう K の子だと思って見ていいしK の子で、ソララ最近ね、ソララと LINE するんだ、めっちゃめっちゃっていうか一日おきにそう、ソララと LINE する、うん、そう、最近ソララとね、いろんな話するんだ。そう、ソララの闇ソララ、闇ソララ
闇空らもおすすめです。軽蔑とかそういうなんかダーク系な暗い系の曲で空らは発揮するんで。ホテホテはもう気境が一番可愛い、あの子はもう本当にホテホテーって、ホテはハムスターみたいに踊るからめっちゃ可愛い。え、見た？あのアボカドバリ可愛かったやろ。いちごバナナアボ手が手を目いっぱい伸ばしててめっちゃ可愛かった、うん、で、みずみんとゆきちゃん、ゆきちゃんはもう綺麗だね、うん、写真撮っててめっちゃ綺麗だったから、そ一つ一つの動作がやっぱ綺麗だなって思います。ホテルのキケはもう幼稚園児かわいい、いやマジでかわいい、本当にホテー、ホテー、ホテのキケの服衣装私あれ着てたから、そうだから実質ひななホテです。アイちゃんは、アイちゃんはもう言わずもがな、もうめっちゃキーちゃんにしか見えなかった、うん、そう、ちょっとあの身長伸びたキーちゃんそうやっぱね、うまいね、ウィンクとかがレスがうまいで、ダンスもやっぱうまい、うん、さすがチアやってただけある。大手駅ちゃんです。あ、え、ゆきさん初日なんすか。うん、連絡待ってますよ、太田さん。太田さん、あの日程スケジュールの連絡待ってます。お出かけ行くんですお出かけ行くんでーす。ココちゃん、ココちゃんとはまだあんま話せてないな。ココ、なんちゃんかわいい、かわいい。明日楽しみ、楽しみ。公園、いちごバナナアポー。心開いてほしい。そろそろ、そろそろ。なんちゃんかわいい、ありがとう。あのね、そのね。だよって今までとはどこか違う、胸がキュンキュンするの。かわいい。アボカド、アボカドになったんですよ曲が、うん、大人になってリアルにかわいい。爆音。ズッキーの心開く計画はどう？え、みんなから見てどう？いや、私がさ、え、ズッキーもう心開いたよとか言ったらさ、なんかまたそれは別じゃないですか。その服どこかの店で見覚えあるんだけど、どうだっけ？せーの、GU！ どう？みんなから見て。開いてると思う？やっぱ客観的に。どうかっていうのがやっぱ大事。あと本人ね、うん、自由のこれ可愛いよね、全然風通さないし。なあちゃん可愛い、うん、図が自分から誘ってきたら心開いてる。なるほどね、懐いてる。え、ズッキーが心開きすぎてキャラ崩壊したらそれもそれで問題でしょ。ひななのせい、うん、自由初見に入ってきて第一声が自由それはびっくり。コミちゃん配信してます？え、知ってるよ。なんでかって通知を取っているからね
コビちゃんのツイッターが更新されたのも私ツイッターであの通知取ってるから、そう、餃子一緒に行けるようになればいいかも。餃子おお、痛い痛い。Kになって明るくなったよ。嬉しい。早くバーベキューしようね。早く一緒にバーベキューしようね。ワンの時は完全妹だったからね。なるほど。妹キャラ。妹キャラ。10回クイズするの忘れた今日。わー悔しい。やばい、10回クイズし忘れた。バリ気まずい。時代よりも間違いなく生き生き生き乳酸菌。乳酸菌で生き生きしていけ。あたいの生誕でどうぞやろ。ねえずち好きって言ってみ、10回言ってみてって。だいぶうざい人、うん、人には人の乳酸菌、うん、こんばんは。MC でもっと困らせてやばいやつじゃん。無茶ぶり大魔神、無茶ぶり大魔神。ヤクルト1000、あ、ねヤクルト1000がさ、あの YouTube じゃなくて自動販売機で売ってるの見たよこの前、うん、売ってたわちゃんと、うん、でもうちっちはあのヤクルトさんから買ってるんであります。薬膳あります。でもうちヤクルト1000飲まなくても悪夢を見る時があるんだよね。なんか前はエリナに夢の中ね、私が遅刻してめちゃくちゃブチ切れられるっていう夢見た。いやなんかその遅刻しちゃいけないとか、なんか二度寝するときあるんですよたまに。あ、まだいけるかって思って、でちゃんと目覚ましかけて寝るんですよ。二度寝でも。そうで、その仕事に遅れちゃう夢をよく見るんですよ。そう、二度寝したら、でそこの現場にいる人にめちゃくちゃ怒られるっていう夢を見るんですよ。この前はエリナにめちゃブチギレられた。怖かった。初めてエリナに怒られた。怖い、怖かった。遅刻しちゃいけない、うん、夢で、うん、ねえ皆さんにちょっと聞きたいというか、背中を押してほしい、背中。うん、こんばんは。え、なんかそのモーニング娘さんのシングルが出るんですよ、ニューシングルが。でそれでなんかうちらもほら握手会お話し会とかやってるじゃないですか。でそのあ、もう完全これオタクの話なんですけど、ひななオタク、オタ活の話なんですけど、そう全然なんか人生について悩んでるとかそういうのじゃなくて
そう、適当に流してください。そうで、リミスタっていうのがあって、今抽選やってるんですよ。そうしたらなんかジャケット、なんかジャケットに写真か、写真じゃないや、サイン書いてくれるみたいな。そう、申し込むか悩んでる悩んでる、うん、AKB もやってる。そう、それと一緒。うん、申し込んでいいのかな。なんかね、同業者だからダメかなってダメかなって思って、申し込むべき。でも当たる当たらないは別として、やっぱそう、すぐ届くで噂の即届き、うん、やばいじゃん。メッセージも書け、うん、名前を変えればいいからうち誰にするね、まあどうせ CD 買うしって思ってる。当たったらちょっと叫んじゃうけど、荒らしてる人みたいになってる。違う、純粋に、何これ、ニックネームって何、まず新規会員登録、何これ、サイン会用ではありません、リミトーク用のニックネーム、どういうこと、ちょっと分かんないんだよね、あんまり、うん、親の名前で申し込む字は申し込みね、いやー、まあ当たる当たらない、当たんないかもしれないからね。そう、いや私は全部あの赤玉に運が持ってかれたと思うからそう、当たんない可能性もやっぱあるじゃん。うん、で、うん、ちょっとむずい、何何これ、ニックネームって変えれるの後でこれ、うん、ちょっと間違えちゃった自分の名前なんだろうこれは、後で変えれるかな。下口に登録したらリミストでやばいことになり起きますよ、危ない、なんかこれ名前間違えたらやばい。でもさ、やっぱ自分の名前欲しい。いやなんかさ、もう全く違う名前、うん、にしてさ、へえ、ひなななな。な、うん、でもいい、ひなひなななななななって気まずい、うん、どう、なんか一回さ、ほら認知疑惑があるからさ認知、いやマジもう何にも認知がなかったら全然いいんだけど、ちょっとうっすら認知があってあれってなったらちょっと気まずいじゃないですか。やっぱり僕隊のパフォーマンスめっちゃ良かったです。ああ、ありがとうございます、嬉しいです。こいな、ひなななななちゃんにしとくか
ひなななちゃん。ちょっと難しいな、リミスターやったことないから。ひななちゃん、ひななちゃんにしとく？ひななちゃん。ちゃん付けんの自分で。ひななちゃん。いやでも違う、あのひななじゃないかもしれない。わかんないさすがに、覚えてる、うん、ひななちゃん。でもひななちゃんって呼んでくれちゃったらいやでも私の名前ってニックネームっぽいもんね。うん、いるかもしんない。下グッチはやばい、グッチグッチチーム、うん、強そう。下グッチとかなんかハイブランドそう、うん、いやまあ当たるか当たんないか分かんないかね、まずね。そうそうなんですよ、シモグッチハイブランド、シモグッチ。そうだね、とりあえず名前で今悩んでる私は今。ひならにとって、ん？とってと眼圧を送り続けたせいちゃんの画像があると聞いて、が、あ、え？どういうこと？あ、ん？ひならちゃんにしとくか。ひならちゃん、ひならちゃんにしときます。可愛く。ひならちゃんにしときますね。ひならちゃんって呼んでほしいな。キモ。うん、いっか、まあ当たるかかんないかね、とりあえず。ひななちゃんで、あれなんか12文字以内、あの、うん、ひなちゃん、ななちゃんで、うん、まだ登録は終わってませんってめっちゃ強く主張された。わ、わかんない、当たんない、当たんないよきっと、うん、きっと当たんないから大丈夫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 だ。うん、なんかいろんな人がやってるんだね。こんばんは。リミスター声優とかもやってるイメージ。あ、確かに、うん、まあ当たっても当たんなくても、なにこれ、なにこれ、な、え、なんだこれ、あ、え、なんかメッセージ残さなきゃいけないの、やば、え、おひな、え、
あ、え、ん？ え、ん？やばい、このニックネームとメッセージを残さないとこれ先に進めないの？暑いです。はあ、じゃあちょっと後でやっときます。 いや後でやるかな。でもこれはじっくり考えたいな。わかんない、当たる、わかんない。まあ、そういうことで、そういうこと。いやー、でもサインが欲しい。うん、家宝にしたい。ずっと家宝にしたい。ぴょんぴょん。じゃあ今日はここら辺で終わりにしよっかね。早く始めたし。では本当に今日はありがとうございました。また明日もよろしくね。じゃあランキングで終わりにします。13位キツさんありがとうございます。12位脇山さんありがとうございます。11位葉月さんありがとうございます。10位潮干狩りの神吉ありがとうございます。9位ノマド系男子アトカタンさんありがとうございます。8位サプライズレバーとチームチラありがとうございます。7位小池晃さんありがとうございます。6位クジーラさんありがとうございます。3位、あ、間違えて、5位高バットチームシムヒナありがとうございます。4位クルリンありがとうございます。3位ブンジアンとチームチラありがとうございます。2位マコッチャンさんありがとうございます。1位タッチャンさんありがとうございました。ありがとうございました。お話し会もね、本当にありがとうございました。そう、お話し会の申し込みがもう50億回ぐらい言ってるんですけど、明日までなんで ぜひね、皆さん12月分が明日までしか申し込めないので、12月元の話したかったって言っても、もう明日以降はもう申し込めないんで、あー、すごい守りたい、この笑顔がいっぱい来た。ユーチーゼータさんが守りたいこの笑顔タワーをくれました ありがとうございます。めっちゃ一気に来る掛け軸、ありがとうございます。守りたいタワー、ありがとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございますね。ということで、皆さんぜひ待ってます、お話し会。初めてひならのお話し会申し込んでいました。お、嬉しい。 ありがとうございます。待ってますんでね、皆さんいっぱいいっぱいよろしく いっぱいよろしく。ありがとうございました。じゃあまた、またね、明日ね。おやすみなさーい。バイビー。